皆さんこんにちは、かなのあでスピン。今回もスピンでございます。スピンです。今回ちょっとギャルメイクをね、ちゃんとカラコン入れてギャルメイクに挑戦してみようかなと思います。イエーイ。じゃあ早速行ってみましょう。おう、やっぱさ、最初はカラコン。じゃあ今回ノアが使うカラコンは何ですか？ドーン。これは多分ネットとかだと思う。なるほど。アクアカマックスだって。カナが使うのはこれ。ね、入ってるか分かんないけど青っぽい感じ。これは渡辺直美さんの N ズコレクションって書いてある。まあ直美コレクションみたいな。そうそう、直美さん。はい、ってことでカラコン入れました。入れました。変わったね。超変わる。リベルボレ変わったよ。これでプリ取ったらどうなんだろうね。じゃあまず2人とも眉毛から。眉毛です。やります。普通に眉毛普通に描いていいよね。うん、うちらは一応一昔前のさ、ギャルを目指してっちゃう。うん、目元を目立たせたいからリップとかもそんな濃くしないんだって。アイシャドウとか。へえ。なんか目なんとかするわ。はい、とりあえずできた眉毛。今からこっから目をやります。大事ですよ、目。ノア、これ茶色系で。じゃあカラーピンク系にする？でもあんまいつもと変わんなくなっちゃう。いつもより濃いめでピンクを塗ってみます。これをめちゃめちゃ濃く塗る作戦に入れる。はい、じゃあとりあえず今アイシャドウができました。そして次アイライン引こうか。あ、ダメ。これ太めの方がいいっぽいよ。頑張ろう。ノア、ちゃんと落ち着いてメイクするようになったからペンのやつにするようになった。で、なんかオーバーに描くって書いてあって、え、目の大きさ近く見えない？右描いてる。なんか大きいね。若干大きいよね。じゃあ今このアイライン引いて終わった。次つけまでよ。超問題児。すごい。二重付けとかの方がいいの？昔の人二重付けだよね。ママ二重だった。あ、でもね頑張る。初だよ。初めてつけま。初つけま。初自分でつけまだよ。なんか全然違う。ほら、うん、大丈夫でしょう。オッケー。あ、大丈夫。あけみです。マスカラして、あ、まつげをね、同化させていきます。でもマスカラする時口開いちゃう。いや、ごめん、メイクする時開くよね。くわかる。じゃーん、ギャルいね。これに白のニットとかだったギャルギャル。で、最後にさ、チークを塗ります。目を目立たせたいから、そんなに濃くなくていい。そう、リップもチークも多分濃くなくていい。チーク塗ったよ。リップ塗ろう。リップです。いつもなんだけど、薄く塗ります。トン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 。本当はピンクっぽい方がいいみたいだけど。やる。ということで、かなのあ風ギャルメイク完成しました。今回はギャルメイクやってみました。だいぶ変化したと思う。ちょっとインスタとかツイッターにさ、ビフォーアフター載せましょう。写真載せよう。はい、ということで今回はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。そして変化したな、ちょっとギャルっぽくなったんじゃないかなのはって思ってくれた子はぜひコメントもよろしくお願いします。お願いします。待ってます。待ってます。ということで次回もお楽しみに。バイバイ。